王毛が発行した貨幣。衝刀模した形状である王某は、新朝の皇帝。字は、虚君。漢定などに記されている、棒の字の草冠の下の字は大ではなく犬である。前勘の元三の皇后の王政君のおいで、聖帝の母方の重帝にあたる。王万の次男。子は、王堺、王栄、王安氏、王林、王京、王田田ら。娘は、 平イラの皇后王子、王明、王俊シ孫は王州。兄は王久し。老いは王光。正妻は上昇王の孫のよろし春光皇宮の娘。木氷元条件位属座との出身。皇后に建てられた王政君の縁故でおじ、おじたちが劣行に風ぜられ、皇官として裕福な暮らしを送る中で、 父のオマンと兄のオオヒサシュが創生したために、オオモウの一家のみが、孔に封ぜられず貧しかった。オオモウは強権に身を辞し、敗軍の鎮散に支持して、礼業を受け、身を務め学を広め、受精並みの服装をし、母と兄嫁に仕えた。また、老いのオオヒカリを養子として、実施以上に熱心に養育し、それに、オオモウの妻が不平を述べたと伝えられる。壮年となり、 叔父の大将軍王大鳥が弥むと、その看病を続けたため、王大鳥は死に臨んで聖帝と王政君に王毛を託す。これ以後、王将や王根の推挙と交代号となった王政君の後ろ盾を背景に王毛は順調に出世する。王政君の姉のこの順右長を失脚させ、大芝となると王毛の勢いは飛ぶ鳥を落とすほどになり、英初め元年には新都航に封ぜられる。 水は2年に、相手が即位すると相手の祖母の風対合、母の日野と姫との対立により、大芝を悲鳴され、2年後には、風国の神父へ追いやられたが、国政復帰の単元が多く出され、元言武器元年の日食を契機に、長安に呼び戻された。元言武器2年に、相手が報じると、相手から皇帝の辞児を託されていた、大芝、刀剣から、辞児を強奪し、 中山王、劉を擁立して、大芝に帰り在た。しばらくして、古文経学の王やだった劉をはじめとした儒学者を、多く招き入れて、儒学と随章に基づいた政策を実施。その一方で民衆の支持を獲得するためには手段を、選ばず、次男の王へを土木を殺したことで罪に問い、長男の王阪へを暴力をなしたことで獄に送って、共に自殺に追い込んでいる。 娘を平見門の皇后に作立し、最高、安官公となった後、元始5年12月16日には14歳になった平見門が死去した。平見門の死因については大毛による毒殺とされることがあるが、患者本文にはそのような記述はなく、平見門は幼少時から病弱であったため、病死である可能性が高い。後継として、 わずか2歳の当園の功績校、劉剣のこの劉栄を立てるも、皇帝ではなく、皇太子とし、不意の地に基づいて、自らが摂政として、皇帝の業務を代行することとした。そして自らの故障を仮皇帝、摂皇帝として、ほぼ皇帝と同格の扱いとし、拒説と改元、修公団の故事に習って、調整の番記を取り行った。 さらに天下を狙う王網は古文を転居として、自らの定位継承を正当化付けようとした。折しも、愛称という人物が、皇祖の予言という触れ込みの、禁忌図、金作書なる不命を偽作し、また他にも、王網の即位を後押しする不命が出現していた。そこで、これらの不命などを転居として、虚説三連に王網は天命に基づいて、 禅情を受けたとして自ら皇帝に即位、神を建国した。この出来事は歴史上で初めての禅情であり、三奪に相当する。漢助元公殿によると、太子皇太后として全国寺を預かっていた王政君は玉寺の受領にやってきた王網の使者、王春に対して向かって王網を散々に罵倒し、それでも、 玉児の受領を迫られると玉児を投げつけて、お前らは一族ことごとく滅亡するであろうと言い放ったと伝えられている。王網は、集大の知性を理想とし、修来など十家の書物をもとに国策を行った。だが、現実性が欠如した各種政策は短期間に破綻した。また、郷土や高栗などの周辺民族の王号を取り上げ、開始層に基づく、 無別的な名称に改名したことから、周辺民族の離反を引き起こし、その討伐を試みるも失敗。さらには、先売性の強化なども失敗し、新たな財政は困窮した。そうした中、農民、盗賊、豪族が組みした反乱が続発。緑林軍の流れを汲む流言の勢力を倒そうと、王毛が送った交渉100万の軍勢も、今陽の戦いで、 劉元気下の劉州に破られるなど、諸反乱の鎮圧に失敗し、各地に軍友が拡挙して、大混乱に陥る。至高4年、ついには、頼みの進化にも背かれ、長安城には、高子帝の軍勢が入城。王網は、その混乱の中で、森倉という商人に殺された。去年68、これにより秦は一代限りで滅亡した。王網の子宮は、 こう帝の居城宛てにてさらされ、体はこうを得ようとする多くの者のによって、八つ咲きにされたという。伝統的には、王毛の評価は極めて低く、王毛については、政治面ばかりか人間性まで含めて批判的な評価が下されている。感情を表したハンコは、王毛殿三で一家のように評している。王毛は、口が大きく、顎が短く、出目で、瞳が赤く、 大きなガラガラ声を出す。身長は五尺七寸もあるのに、そこの厚い靴と高い冠を好み、ゴワゴワした針のある毛を衣服に入れ、胸を反らして高いところを見、遠くを眺めるような目つきで、左右の目を見る。こうした外見や人当たりにことさら関わりを見せ、儀式の際には、髭や髪を黒く染めて、若く見せようとした。一方、不命や随性によって、 自らの登用や即位を正当化させようとした際にも、自らしぶしぶ受けるふりをするなど感知に長けていたと言われている。加えて、大盲の知性においては、労益負担と税負担ともに重く、貨幣制度や経済政策は現実離れし、またあまりにも異常な政策が実行されたことが、感情では事細かに記されている。このような失性の数々や人間性の問題もあって、 全近代において王網は関心の代表格として見なされることが多い。ご昭恩は最有気で孫悟空が暴れた時期を王網の時代と設定したが、これは暴君、大井三奪者、偽天使が高位にある時、天変地異が起こるという伝承を王網の三奪と重ねていると見られる。また、日本においても富士市家伝内食関連が、祖がいるかのせいを、 安官の帰結と批判して、以来、平家物語も、長江、安六山田と並ぶ長敵として、王毛の名を挙げ、基礎義仲の王房ぶりを王毛に例えるなど、関心の代表格として扱われている。1920年代から一転して、王毛を改革者として高く評価する学者が現れた。日本では、吉田虎尾が王毛の社会政策を評価し、 中国では古敵が王毛の6政策などを評価して1900年前の社会主義者と呼び王安石と並ぶ中国の改革者とした。ドイツのオットフランケも王毛を国家社会主義的政策を行ったと評価した。しかしこれらの評価は現代的な価値観を直接王毛に投影したものであり一面的である。西島貞夫は儒教が 武帝の時に国境化されたという従来の説に反対し国家の再始議令の改革や儒教国教家の完成などの大部分は大毛が大芝であった平み門時代に完成したとする。王毛の政治には儒教主義が初めて現れ、これは後世の中国王朝国家の性格を起立することになったとして西島は大毛政権の歴史的意義を重視する。 渡辺義博は、儒教に基づく国政を特徴づける14項目の、うち10項目までが大網によって確定されたもので、あるとした。また、真の建国後、大網は、合理的で完成度の高い古文説によったが、渡辺によると、儒教の理想と具体的国政が乖離していたために改革は失敗し、互換になって理想と現実の調整が行われたとする。 大毛の社会政策の中で後世に影響したものとしては大多政がある。大多政そのものは早々と土地売買の禁止を廃止したために有名無実化したが、後の近伝性の源の一つとして早くから注目された。漢は尊家の時代に大毛自ら定めた皇帝の即位儀礼は後部帝以降の歴代皇帝に受け継がれ、即位式に際してはこれに基づき、 諸儀礼が行われた。学、校という儒学の校舎を全国に設置して、勉強を奨励させたのも、大網の地下であり、結果的に、五漢期には儒学を学ぶ人物が多くなったとも言われる。また、復古政策の一環として、全漢中期頃から増え始めた二次名を禁止した。大網滅亡後も、なぜか影響は残り、二次名が、再び増加するのは、南北長期以降となる。 義軍をしけず、ありがとうございます。